落としたくない。あのさ、普通に無理だと思う。こっからね、あれね、マークがめっちゃ見える。じゃこっちだ。あとお前、さっきここ映してたけど、あれ映ってるからね。まあ、そんぐらいはいいや。じゃあ、はい、生き物を探そう。おお。カメラやばくねえもん。あ、本当だ。じゃあまあ生き物を探していきましょう。はい。いや、一体どんなものがいるんでしょう。一体どんな生き物がいるのかな、楽しみだな。はい。あ、見てください。はい。あんなところにアメンボがいますよ。はい。で、ズッと。なるほど。まあそこら辺はね、だんだん慣れていこう。慣れていこう。ツバメいなくなっちゃった。ツバメは取れないよ。めっちゃ綺麗。はい、はい、綺麗だなということで、はい、まあ、地球も大きな生き物ということで。あれは地球じゃないけどね。どんな行こう。めっちゃなんか一匹鳴いてるね。イガラシトンボだっけ。イガラシトンボなんだっけ。あれ縦林トンボだっけ。縦林トンボどれ。ね、塩辛トンボですね。さあ現在2匹。なんだっけ、アメンボと縦林トンボ。縦林トンボじゃねえって塩辛トンボ出してる。お前好きだな、縦林さん。今それつつないか。あ、いた。いる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 。なんかいる。なんかいるけど、これ多分映らないな。うっすらだから。魚ですね。フナかな。フナもちっこいのっぽいのがいるけど。あ、俺の足元にもいるね。お前さえ映ってないもん、自分自身。ん、水の話で。ほんとだ。やっちまった。やってますって、ヘテロそこまではモザイクかけないよ。あ、クラゲですね、あれは。いや、違いますね。クラゲびっくり。なんていう植物なんだろうね。ソーセージじゃない。でもなんかここさ、うん、本当、俺が生き物だったから幸せだよ。お前生き物だけどな。ううお前がヘリクツだ、それは。お前が魚だったらだったら分かったけどな。あ、これ綺麗。これ綺麗じゃん。四つ葉のクローバー。四つ葉のクローバーって俺まだ四つ葉とか見つけたことないんだけどね。嘘、これあるよ、四つ葉。嘘、全然見つかんないよね。それはお前が、そうだよね、お前運悪いもんね。まあ運が悪いのは否定はしない。運っていうよ、それは。運悪いよね。うん。はい、ということで終わりです。はい、じゃあねっていうなんかある、最後に一言。え、じゃあねって言った後になんかあったよってね。はい。じゃあね。じゃあね。